ボン・ベートーベン管弦楽団は、ノルトライン・ベェストファーレン州ボンを本拠地とするドイツのオーケストラ。1907年に、プロのオーケストラが設立されたのが始まりである。ボン出身のルートビヒ・バン・ベートーベンにちなんで、名付けられた、このオーケストラの本拠地は、ベートーベン・ハレである。このオーケストラは1907年、ボン氏がコブレンツのコブレンツ・フィルハーモニー。 管弦楽団とその学長との間で、ボンデの活動のための契約を結んだのが始まりである。1794年に選定校の宮廷楽団が解散して以来、ボンデは初めてのプロのオーケストラであった。最初は、ボン市立管弦楽団、1963年からは、ボンベートーベンハレ管弦楽団、2003年からは、ボンベートーベン管弦楽団に改称された。 第一次世界大戦中、本拠地である旧ベートーベンハレがラザレットを兼ねていたこともあり、多くの学院が採用されるなど、オーケストラは苦戦した。1916年4月に解散し、1920年に再結成された。第二次世界大戦中には空爆でホールが損傷した。1959年には新たなベートーベンハレが開場した。 2007年9月21日、ボンベートーベンを音楽祭の一環として、カルステン・ギュンダーマンの公共曲、夕方の第一の初演、ベートーベンの公共曲第一番、ギドン・クレーメルをソリストに迎えて、エドワード・エルガーのバイオリン競争曲を演奏し、オーケストラ創立100周年を祝った。歌劇場内では、その歴史にちなんだ展示会が開催された。 2017年現在、約100名の学院を要し、ボン歌劇場では、初演を含む毎年約115回の公演、ボンでは40回のコンサート、ドイツ国内外での演奏旅行などを行っている。2008年から2016年まで、ステファン・ブルニエが音楽監督を務めた。2016から2017年シーズンは、クリストフ・ペリックが暫定的に、 同学団の音楽監督を務めた。2016年2月には、ディルク・カフタンが2017年8月から5年間の契約での同学団の次期音楽監督に指名された。2020年9月、ボン氏はカフタンの音楽監督としての契約を2027年まで延長することを発表した。1907年には、リヒャルト・シュトラウスがボンでこのオーケストラと自作を指揮した。 1914年のミッテルライン音楽祭では、マックス・レーガー、フリッツ・ブッシュ、マックス・ブルッフが招かれた。その他にも、パウル・ヒン・デミット、ハンス・プ・フィッツナー、エイリッヒ・クライバー、ヨーゼフ・カイル・ベルト、カール・ベーム、ルドルフ・ケンペ、セルジュ・チェリビダッケ、キュンター・バント、マルコム・サージェント、クルト・トマズアなどの著名な指揮者が名を連ねている。ありがとうございます。